こんにちは。2021年8月27日です。二俣ラジウム温泉を出まして、これからピリカキャンプ場の方に向かって走っていきます。この道中なんですけども、230号線です。山の中に入ります。これから日本海の方に抜ける道です。ピリカにはピリカダムですかね、それがあります。その後の手前の、キャンプ場、ここは温泉施設もあるところです。そこに向かって走っていきます。それからこのキャンプ場を過ぎますと、次はですね、ウスベス、それと熊井市の露天風呂による予定をしておりました。ウスベスはですね、途中まで行ったんですよ。こう峠が下りまして、すぐ左側に入るところなんですけど、そこまで行きまして、左に入ってちょっとダートの道を走ったんですが、そうしましたらすぐ通行止めになりました。看板が出てまして、熊出没のため通行止めということです。あとここから1キロぐらい、そこから1キロぐらい行くと、このウスベスの露天風呂があるんですが、行けませんでした。非常に綺麗な管理棟、そして脱衣所、トイレなどがあります。一応男女別に分かれておりますが、仕切りの向こう側だと、両方が見えるというようなところです。山の中です。蛇がいるよというところで、ドアをちゃんと閉めないと蛇が入ってくるからドア閉めろと書いてあるところです。入力料は協力金ということで100円を入れるということになっています。前回はこう行けたんですけども、オープンと同時に行けたんですが、今回もここ入ろうかなと思ったら、ウスベツの露天風呂は入れませんでした。それからちょっと走りますと、この熊井市青年旅行村だったかな、があるんですよ。熊井市青年のキャンプ場もあるんですよ。そのキャンプ場は閉鎖されておりました。そのキャンプ場を過ぎまして、さらに8キロぐらいですかね、6キロぐらいですかね、行きますと、ここも露天風呂の温泉があります。秘湯です。そこの駐車場まで行きましたら、トラックが3台止まってまして、大きなそのパイプですね、を積んでました。で、作業員の方が昼休みだったんで、お弁当を食べていらっしゃいました。で、よく見たら、なんか源泉を直してるみたいですね。源泉のパイプの付け替え作業か何かをされているみたいでした。したがって温泉には入れないなということで、駐車場で、U ターンさせて、下ってまいりました。下る途中、下からまた車が2台上がってきまして、この方も温泉に入ろうかなと思って来たんじゃないかなというふうに思います。この熊井市の温泉、なかなか脱衣所は男女別に分かれてるんですが、中の浴槽は1つしかありませんというところです。下の方に川が流れてまして、絶壁になってますんで、石鹸使ってると滑って落ちたら大変なことになってしまうような、ところです。もし入られる方は石鹸使うときは気をつけてください。滑ったら川の中に落ちます。上からかなり下の方まで落下して落ちるということになります。今回は行けなかった、ダメだったんですけど、あと2週間か3週間ぐらいすれば工事も終わって、また入ることができるんじゃないかなと思います。今回はウスベス、そして熊井市の青年のキャンプ場の奥の方の露天風呂行きませんでした。で、この青年村は、クローズということになっておりました。それで、今回、その手前にありますピリカキャンプ場ですね。こっちから行くと経路に当たるんで、そこなんですけども、そこに走らさせていただきます。令和3年度ピリカは4月28日にオープンさせていただきましたということです。また現状によって一時閉鎖もございますということです。フリーキャンプが大人1500円です。フリーキャンプって車中泊ですね。これが1500円で利用できます。それから手ぶらキャンプデラックスプランっていうのがあるんですね。一針4名まで、これが2万円で、利用することができます。それと、休日サイズは、特別料金で、さらに、プラス2000円が、プラスされます。というような料金体系になってますね。あとデラックスプランとかなんとかっていうのがあるんですね。デラックスプラン、これがデラックスですね。プレミアプランっていうのが1万4000円ですね。休日は、少し料金が上がります。これは、入浴券付きです。それから RV パークピリカってありますね。1日限定4台まで電源込みですね。一区画が2500円で利用できます。入浴券が、1台2名まで、使えますよということに、なっております。
それからチェックインが14時、チェックアウトが10時です。それからバーベキューがオプションで用意されます。これが3000円です。ジンギスカン、ポークマン、ソーセージ、焼きそば、野菜、塩むすび、タレ、炭付きですね。これがバーベキュー A ですね。バーベキュー B というのがありますね。こっちの方は3500円ですね。ジンギスカン、ポークマン、ソーセージ、焼きそば、あと同じですね。バーベキュー C というのもありますね。こっちの方は4500円で、今がね、牛とポークとソーセージとあと同じですね。朝食が920円でつきます。ホテルのレストランもご利用することが可能ですよということですね。これがまあグランピングです。今回この後に、出てきます。けどもグランピングを撮らさせていただきました。外からだけの撮影だったんですけども、出来たてのグランピングの設備ということです。外の方にはスモークかなんかやるようなセットも用意されたと思いますが、あくまでも予約ということで、予約していただければ、係の方が準備されるというところのようです。またこれフリーテントですね。これ確か600円だったっつかね。フリーちょっといまいちこれわかんないですね。そうですね、やっぱり1500円ですね。入場料とテント代で1500円ということですね。まあ今金のこのちょっと田舎にしてはちょっと料金的に高いんじゃないかなと思いますが、またグランピングもですね、まあ私なりの意見ですと、やはり札幌に近いところはまだこれグランピング成り立つと思うんですが、ここの田舎まで来てグランピングで豪華に過ごそうということよりも、まあフリーテントで安く、自分たちで食材を持ち込んでビールを飲みながらワイワイやった方が楽しいんじゃないかなというふうには思いますね。だけどまあ経営的にはやはり、グランピングが一番利益が上がるんじゃないかなと思いますね。結構いい値段ですよね。ですのでこれ3組か4組一シーズン来ればそこそこのテント代だとかその元は取れてしまうような感じですよね。ですのでどうしてもこのホームページ見ましても最初の方にこのグランピングがドーンと出ますよね。して後の方にいわゆる三角テントのあっちの三角テントの方が出るというような表示形式になってますね。それから RV パークの方も見たんですけども利用されていることはいません。まあ北海道の方は RV パークを利用する必要もないなということですね。電源必要としないですね。まあ夏の暑い地域クーラーを動かすための電源、充電のための電源なんでしょうが、まあ必要ないんじゃないかなと思います。それからこのピリカ温泉、以前入ったことあります。この温泉はですね、550円で入ることができます。ナトリウム泉です。非常に綺麗な、温泉になってます。で非常に体が温まるところです。誰もいらっしゃらなかったんで前回行った時はゆっくりここに、使ってきました。まあ結構山の中で立派なこの建物ですよね。三角形のいかにも バブルの時に建てたぞという感じのところですが、今の時期はこうひっそりと静まり返ったような感じになってます。レストランとかも中にありまして食べるようになってるんですが、メニュー的なものはある程度限定される、みたいです。まあそれよりも新しく RV パーク、RV パークならね、グランピングができましたよということで、グランピングを、大々的に宣伝されているみたいです。キャンプ場の中を見させていただきましたが、きれいに、整備されています。デモンストレーションのテントが3張りですかね、三角形のテントが張ってありました。でちょっと一段下がったところには大きなグランピングの設備になってます。宿泊はどうなんでしょうかね。こう泊まれたんでしょうかね。ただ食べるだけだったような感じもするんですが、ひょっとしたら泊まれるのかもしれません。泊まれないとグランピングと言わないのかもしれませんがね。まあ2棟あったんで1つはこう中が透けて見えて、食べれる設備がなってました。もう1つの方は完全に覆ってあったんで、まあ、そちらの方で、泊まるようなことになるんじゃないかなというふうに、思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。